さあ今日は週に1回、まあラジオ感覚じゃないけど、まあそういうのでやってるね、ちょっとまあ皆さんに好評いただいてる企画になるんですが、今日はなんですけど、まあちょっと最近ふと気づいたことがあってですね、なんかなんでなんやろって思ったんですけど、まあタイトルにもあったと思うんですけど、なんかレンズ欲しくなったりとか、買おうとするたびになんか記憶飛んでんなっていうことに気づいてですね、なんでなのなとか思いながら、なんか記憶絶対飛んでんなとかいろいろ考えながらね、こうちょっといろいろ自分の中で整理していこうと。まあレンズいっぱい持ってんのに、なんかレンズいっぱい欲しくなるじゃないですか。なんでこんなことになってんのやろみたいなところにね、行き着いたんで、また僕ちょっとレンズ買おうとしててですね、しかもなんかその挙句の果てに自分の中でプライベート用となんか仕事用とか分けたらいいんじゃないかみたいな、なんかわけわからん納得のさせ方とかしようと思ってるという、なんかすごいこう切なな感じのね、まあ今日はお話になるので、よかったらこちらラジオ感覚で最後までお聞きいただけたら嬉しいと思います。レンズ沼の皆さん、よかったらなんかこうキュッて心がこうキュッてなる感じで聞いていただけたら嬉しいです。というわけで行ってみましょう。よろしくお願いします。どうもミリオネオのウィディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、もうねもはやもう台本とかいらんレベルの話であってですね、レンズを買おうとするたびに記憶がなくなるというね、まあこういうことでございます。でなんかいっぱいレンズ持ってんすよね。まあ本当になんやかんやレンズは持ってる方なのかな。まあね、もっと持ってる人って世の中にいっぱいいると思うし、100本とか持ってる人も知ってるから、まあそういう人と比べたら全然持ってない方やと思うんですけど、なんかレンズ欲しくなるじゃないですか。で僕最近タムロの2040とか買おうって思ってて、まああともう本当にもうカートに入れてカード切るだけみたいなところまで来たんですが、 20mm、40mm 買おうとしてるんですよね。でも 20mm、35mm とか持ってんすよ。でも言ったら何やったら持ってないとこで言ったら40だけなんですよ。40だけ、もうここだけ40だけなんですよ。でもそれでもまあなんかこれは軽いし、プライベート用にレンズでもちょうどいいなとか、ちょうどこれが出てる次ぐらいに紹介する ECM-M1 っていうソニーの純正のね、まあワイヤレスマイクとまあ比較してもやっぱかなりこう Vlog に最適だなとか、最近 Vlog コンテンツ増えてきたし軽いセットアップでいけたらいいよなとかなんかそんな思い出すと、なんかまたレンズ買おうみたいな、レンズ買う時にこう考え出すと、なんか今まで持ってるレンズのこととか一旦全部忘れてしまうっていう、なんかこの、まあ、ガジェット好きというか機材好きのその本能みたいなのが出てしまって、でこれなんでこんなことになってるんやろって思った時に考えたら、その自分にとって究極のレンズが出てないから、これ別にどこのメーカーを否定してるわけでもなくて、まあそういうことなんじゃないかなと思ってるわけですよ。で例えばなんですけれども、なんでこんなことを思ったかというと、僕今カメラ本体は FX3 使ってて、もう十分にこれで満足してるから、新しいカメラ欲しいなって思うことがまあなくなったんですよね。もう FX3 でいいじゃんっていうところまで行き着いたんですが、レンズがそうはいかねえっていうところなんですよ。だからちょっと考えてみたんですよ。これもしまあどこかのメーカーさんの方が見てくれてたら、まあちょっとね、まあ難しいと思うんですよ。そうできるんやったらやってるわボケと、まあ言われる可能性は高いんですが、まあ僕考えてみました。そのライブ配信でも言ったことあるんですが、それをもうちょっとこうグレードアップさせた状態で、このレンズが出れば僕のまあレンズ沼が終わるんじゃないかみたいなレンズ一応考えたので、よかったらまあ考慮していただけると嬉しいと思います。発表します。16-85mmF1.4365g ぐらいにしていただいて、でインナーズームで出していただけると、まあこれ出してもらえるともう僕の中ではもう完成というか、もう他にレンズいらないかなって思えるようになってくると思います。なのでですね、各社メーカーさん、もし 365g でフィルター系もできたら 67mm がいいんですけど、 67mm フィルターで 365g でインナーズームで F1.4 通しで 16-85mm、 まあどうか検討していただけると嬉しいなと思ってます。これさえ出れば100万でも買えますので僕、うん、なのでそのどこが出すんだろうな、どこが出してくれる、まあ出してくれる可能性があるとしたら、やっぱり僕の中ではタムロンさんがソニーさんかなって思ってるんですけど、もし今これ聞いててやめてほしいんですけど、コメントでガチレスで高額的に無理とかいうコメントはちょっと受け付けてないので、それだけご了承いただきたいと思います。そんなことは僕だっていくらなんでも分かってるんで、でも理想論を語るっていうところで考えたら、この 16-85F1.4365g フィルター径 67mm でインナーズームっていうところで考えていただけるとですね、まあまあまあかなりこう
自分の中でももう FX3 にそれつけて、でも全対応した、何もかもに対応した、もう映像、まあ仕事であれ MV であれ Vlog であれ何であれ、まあそれでいけるんじゃないかなっていうところを今のところは考えておりますので、もしよかったらですね、まあこのレンズ欲しいよっていう方は高評価を押していただけるとね、もしかしたら、だって絶対売れるもん、そんなん普通に考えて、普通に売れると思うんですよ。 100万やでも、だってこれ1本買ったらもう終わりの可能性高いんで、って考えたら今までレンズに何いくら使ってきましたかっていう話なんですよ。いくらこのレンズがまあ安いとか、まあ高いあれども、まあ言っても、まあ言ってもね、10万から30万レンジのものをボン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 皆さん買うわけじゃないですか。ってなってきた時に1回で終わらすことができるっていうところなんですね。だから記憶を失う必要がなくなってくるってことなんですよ。だからさっきも言ったようにレンズを買えば買うほど、その買う時になぜか毎度記憶を失って1からになるじゃないですか僕らって。それを防ぐためにもやっぱりそういったレンズをどこかが作ってくれて1回終止符を打っていただかないと、わかりますよ、それはメーカーさんとかも新しいのどんどん出してね、もう利益を上げていかないと新しいの開発できないとかもあると思うんですが、結構1685の F1.4 投資とか出したら結構それだけで食っていけんちゃうかなって個人的には思ってるぐらい、まあ僕のあくまで個人的なあれですよ。だって1685で出してしまえばあとまだもう一発いけます。例えばですけど5300mmF1.4 透視、フィルター径 67mm、 インナーズーム、重さ560g、 これぐらいとかやったら、まあね、第2作としてもうこの2本持てばねいけるようになってくるわけじゃないですか。って考えた時にやっぱりこの手のレンズを、まあ、どこかが出してくれたらこの記憶を失うっていうことがなくなってくるんじゃないかなっていう、すごい他力本願な、まあ、動画になってます。でやっぱりさっきも言ったようにカメラ自体は FX3 って本当にいろんなことできるし、僕の中でも大満足のカメラなんですよ。今これを超えるカメラはミラーレスか、ミラーレスとか、まあ、シネマラインやけど、そういうのはないなって思ってる中で、レンズもそういうのを出してくれるとすごい嬉しいなって思ってるわけです。でやっぱり別にあれですよ、別にその僕も YouTube でねレビューとかやるから別にお金使いたくないかとかそんな話じゃないんですよ。そういう話じゃないけど記憶失うのをやめたいっていう話なんですよ。だからそのなんか今回もタモのレンズ買う時とか、なんか 20mm の F1.8G 持ってることとかポーン飛んでるんですよ。あんのに20ミリだけでいけるじゃんとか僕言ってるんですよ他の動画で。もうあの記憶飛んでるんですよ。だから数日前の自分がまるで自分じゃないかのような人間になってしまうことが怖くなってくるわけです。で僕なんかこう YouTube で発信してるからずっとそれが残っていくわけじゃないですか。こう動画のストックとして記録として残っていくから、どん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 人が変わっていく様っていうのもそこに記録されていってしまうわけやから、どっかで一回終止符を打たないと、まあなんていうの、こいつなサイコパスなんかなぐらいこうね変わっていくわけですよ人間性が。でしかもその人間性の変わりようがまた1週間2週間とかの話になってくるから、もういよいよこいつ手に負えへんなみたいななりがちなんがやっぱりこうカメラ系の発信をしてる YouTuber のまあ差がやと思うんですね。でねよくコメントとかでもいただくんですよ。レビューしたんやったら買えばいいやんとかって言われるんですけど、レビューしたやつ全部買っとったらそのなんぼ稼いでも足りないんですよね、言ってしまえば。だから僕らの中でも一応その特にこうレビューした中でも、まあいいものをまあレビューで受けてるんやけど、でもその中でも絶対にこれはもう自分的にないと困ってしまうな、一回使ったからにはもう借りたからには困るなっていうやつに関して、まあ、購入しようとしてるわけで、で今回それにタムロの2040が入ってきたり ECMM1 が入ってきたりとか、まあ、してきたっていうのが、まあ、僕の中の見解なわけですね。なのでこいつはずっと何を話してるんやろって今思ってる方もいると思うんですけれども、でも逆に言えば2割ぐらいの方ってなんか1本なんか俺にとって究極のレンズ出してくれたらそれで終わんのになって思ってる方いると思うんですよ。だからよかったらコメント欄で皆さんも究極の自分のレンズの理想とか教えてもらえたら嬉しいですね。もしこのコメントが多くてですね、いろんな理想のレンズが、まあ、まとまってきたらとかそんなんがあればですね、まあ、僕がね改めて動画にしてもう公開するわけでもなく直談判でとりあえずタムロンとかに送っとこうかな。なんかタムロンさんとかにとりあえず送っといたら、なんか結構タムロンさんってね結構みんなイケイケなんで、なんかノリでなんか話聞いてくれそうなんで、ちょっとそれねやってみようかなと思っておりますので、ちょっとそういう理想のねレンズとかあればで、まあ多分、まあ、それが実現するのって多分きっと僕が言ってるスペックとかやったら15年後とかになる可能性はあるんですが、まあね15年とかやっぱ皆さんカメラやってる方も多いじゃないですか。言ったら
タイムカプセルみたいな動画なんですよ。これはこれをタイムカプセルみたいな動画にして皆さんでいつか掘り起こそうっていう、そういう動画にしたいなって思って。何でもそうなんですよ、革命を起こす時とかってな、それは無茶やでとか否定されるんですよ。みんな否定されるんですよ。お前のそれはそんなん絶対無理やとか、そんな無理に決まってるやろって言われるのが革命を起こす革命前夜の話なんですよ。だから革命前夜をここのコメント欄で起こしてもらえたら嬉しいなと思います。別にスチール用であれ、それで動画用であれ全然いいんですけど、でやっぱり気持ちで、やっぱパッションで今回は動画撮って皆さんに何か訴えかけれる。もちろんね、一般ユーザーの方も全然見てると思うし、趣味の方もいるし、はたまたプロの方もいると思う。でもここメーカーの人も見てるはずなんですよ。だから皆さんのね、革命前夜をこの動画で起こせたらいいなと個人的には思ってます。改めて言っときます。僕は 1685mm f1.4365g インナーズームでフィルター径 67mm で取り回しがいい感じで、よかったら各社の方協力していただけると大変嬉しく思ってます。まあ来年だせとかは言わないです。15年後でもいいので、よかったらなんか頭の中に入れていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、ミリオネオンで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げてるんですけども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、こんなんで1万人いったらほんますいませんって感じなんですが、この動画良かったなって思う方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけで今回もご視聴ご清聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。終わったと同時に救急車になってるけど、これ俺のを迎えに来たんかな。